がしておりますので、ご質問関係ください。これは誠心誠意、心を込めて、現実の中での安全保障の、ですから今日まで沖縄の県民の皆さんが抱えてこられた様々な歴史的な中での思い、そういったことに理解を申し上げながら、私の考え方にもご理解を深めていただけるように、努力を重ね、協議を重ねこれしかないと思っています。いろんな言い方などを考えるのではなく、まずはしっかりと自分の思いというものをちょっと沖縄の県民の皆さんに分かっていただける努力をするこれについてあります。5月末に向けて今最大の努力をしているところです。連立の与党の一員であります社民党さん、福島党首にもこれまでもいろいろと議論申し上げましたけれども、これからも心を尽くして非連立の中でこれからも頑張っていただけるように協力を求めてまいります。また2度目お邪魔したのも、やはり県民の皆さんにご理解を深めていただきたいということでまいりました。やはり一番は私自身、あるいは民主党が県外だと選挙に時に申し上げた、その言葉の重さ、それによる期待感が高まった中で、元の自民党の現行案に戻るのではないかということに対するご批判だと、それに対しては真摯に反省をし、受け止めてお詫びを申し上げて、そしてしかし、さまざまな選択肢の中で、最終的に現行案ではありませんが、辺野古を気にせざるを得ないという状況を丁寧にご説明申し上げるしかない、そのように考えております。沖縄の経済が大変に厳しいという状況は理解をしております。それは基地の存在ということも影響があると認識をしています。ただこの基地の移設の問題に捉えてではなく、沖縄の県政、沖縄の経済ということを捉えた中で、私としては沖縄の経済問題、しっかりと経済界の皆さん方のご意見も伺いながら努力をして、政府として支援を申し上げたい。ただそれは先ほど申し上げたお話、ご質問の中にありましたように、ダメだとか無知だという思いで考えているつもりはありません。はい、終わります。負担軽減に関してそれは切り離すべきだというお気持ちは分かります。それは前政権で必ずしも十分に移行してこられなかった部分であります。私はやはりパッケージとしてこの問題を沖縄の皆様方にお考えをいただきたい。その中でのこの辺野古の移設ということもご理解を願いたいとは思っておりますが、負担の軽減に関しては当然のことながら政府としてやるべきことであるという思いで、我々としては一つ対処してまいりたい。積極的に今アメリカに対して交渉を挑んでいるところであります。終わります。